ドイツ海軍の第 30U ボート戦隊は1941年10月に編成された。6隻の U ボートが陸路と運河を使って国海へ運ばれ、コンスタンツァとフェオドシアの港を基地として1942年から1944年まで作戦行動を行った。U-18、ガラティ第一次世界大戦において、 ドイツ帝国海軍の潜水艦は鉄道を利用してアドリア海に基地を置くポーラ船体に運ばれた。また、オスマン帝国は中央同盟国であったので、ドイツ帝国海軍はオスマン帝国内に設置したコンスタンティノープル船体をダーダネルス海峡を呼び、ボスポラス海峡を経由で国海へ進めることができた。第二次世界大戦のバルバロッサ作戦では、 ドイツ空軍の急降下爆撃機187がソビエト連邦の黒海艦隊を攻撃した。けれども、ルーマニア軍が主体となって戦われたオデッサの戦いではソ連軍の回路を使った撤退を阻止できなかった。1941年10月第30潜水戦隊はヘルムートローゼンバウム隊員の指揮のもとに黒海の戦いの支援のため編成された。当時、 トルコ共和国が中立であったため、ボスポラス海峡を経由で国会に入ることは不可能だった。そこで小型の艦艇、魚雷艇及び U ボートをドイツバイトからドナウ川を経て国会まで輸送することが決定された。けれども現在のラインマインドナウ運河の前身である19世紀に作られたルードビッヒ運河は輸送に適さなかったので、 陸上を経由して運ぶ必要があった。クレマイヤートレーラ、1935年、ニュルンベルクレーゲンスブルクの石橋バルト海で、作戦任務や訓練に使われていた、船体が小型の沿岸型潜水艦、IIB 型6隻がこの船体に配属された。1942年5月から、キールで、船体の、各部分を90度以上に倒したり、 浮力構造となっている外角を外したり、重量を減らし船体を小さくし、重量を140トンに減らす作業が行われた。U ボートは、キール運河からエルベ川を登り、ドレスデンで2台のクレマイヤー70トントレーラーに、積まれて、カルブル牽引車で輸送された。U ボートはアウトバーンを使い平均時速8キロメートルで、ドナウ川沿いのインゴルシュタットの、スリップウェイへ運ばれた。 ドナウ川を下る経路で障害となったのが、レーゲンスブルクの古い石橋のアーチ型橋脚だった。リンツあるいはウィーンで、U ボートは部分的に組み立てられ、ルーマニアのガラツ港まで2隻の橋ケに牽引され、そこでさらに再建造作業が行われた。船体の最初の間が、ルーマニアのコンスタンツァ港から作戦を開始したのは1942年10月からで、 最後の艦が合流したのは1943年5月だった。国会の戦いで、魚雷搭載本数がわずか5本の U-BOT IIB 型でも効果的だった。船体は合計26隻、45,426トンの艦船を沈めることができた。U-20 は幸運に恵まれ、艦歴全期間で敵艦船15隻38,500トンを 乗組委員から犠牲を出すことなく沈めた。ルーマニアがドイツに宣戦線布告をした1944年、U-9, U-18 及び U-24 は港近くで自沈し、後にソビエト軍により引き上げられた。最後の3隻、U-19, U-20 及び U-23 が1944年9月10日。 および11日に、トルコ共和国の海岸近くで自治にし、船体の歴史が終わった。abc.uboat.net。ザ・フローティラズ・サーティス・フローティラ2009年11月13日、閲覧。翻訳にあたって2010年11月2日閲覧。ゴードン・ウィリアムソン、イアン・パーマー、ユー ボートベーシズバンカーズ1941から45、ボリューム3オブフォートレス、オスプレイパブリッシング200、2003、ISBN1 から 841765562P31 ケネス・ジー・ウィン、U、ボート・オペレーションズ・オブ・ザ・セカンド・ワールドオー、ボリューム1、チャタム19、1997。ISBN1 から861760248、ガード・エンダーズ。 ドイチェユー、ボーテツームシュバルセンミーア百四十二から九百四十四アイネライゼオーネウィーダーキア、ミトラー、九百九十七 i s b n 三から八813205207ハットゴードン・ウィリアムソン、ウルフパック、ザ・ストーリー・オブ・ザ・ユー、ボート・イン・ワールド・ウォー2。オスプレイ・パブリッシング、二千六 i s b n 一から八四六ゼロ三一四一九 P219 ゴードン・ウィリアムソンウルフ・パックザ・ストーリー・オブ・ザ・ユーボート・イン・ワールド・オー・ツーオスプレイ・パブリッシング二千六 ISBN 1から8460 3 1 4 1キュー P214 レオン・スペイ・アール・チョ長塚・隆二役潜水艦戦争1939から1945下早川処九1997年 ISBN4-150502161 ピアニッシも、87から96では伏見出しで、第 30U ボート戦隊都市本文中では、第30潜水戦隊としている。AB、レオンスペイアールチョ、長塚隆二役、潜水艦戦争1939から1945した早川処防、1997年。 ISBN4-150502161 ピアニッシ七も 87-96UBOAT.netu202010 年11月3日閲覧 U-9 は UBOAT.netu9 では1944年8月20日にソビエト軍機の爆撃により沈められたとされているまた U-18 および U-24 の自賃は uboat.net という18呼び uboat.net という24では1944年8月25日としている。ありがとうございます。